あなたはよほど度胸のない方ですね。思いもよらない言葉に刺された。目に映る何もかもが知らない世界で、僕はまた人が怖くなった。そんな僕の前に突然現れたその人は、時が止まるほどゆっくりと一枚の絵になった。モノクロの景色に色がついて、君の話す声は歌になった。生意気に見えますかと尋ねる君の心はどこにあるのか見えずに、つまずきながら階段を上ると、君はまた一つ大人になった。そして前に突然現れたその人は、時が経つことも待たずに君の手を奪い去った。目に映る世界に君がいて、いつか心はつながっていたの。君が残した香りが消えずに、僕は立ちすくむモノクロの景色に色がついて、僕の心はストレイシー。